西南部平和島第45回総理大臣杯、いよいよファイナル優勝戦が始まりました。1コースには2号艇が入ってきました。2号艇の山口、2コースに1号艇の岡崎、3コース3号艇松井が入りまして、ダッシュをつける3選手は4番5番6番になりました。バトルオブシックス、さあ始まる水上の格闘技、6人のそしてあなたの夢が動き始めます。内側から1番、内側から2番、1番、3番、4番、5番、6番の並び、スピードが乗ってきました。優勝戦今スタートしました。3号艇4号艇5号艇スタート、内側からも2号艇が伸びていく。山口が内側に出ていく、逃げる山口、山口逃げた。内側から4号艇の浜野が、浜野がずっと内側から上がってきました。先頭争い、2号艇と4号艇ラップでバックの中間を過ぎました。スタートは前提正常です。内側から4号艇の浜野が行く、浜野の外側つけ回る、全速つけ回る山口、内側から浜野、浜野がわずかに先頭、さらに後ろ方から1号艇の岡崎上がってきた、岡崎上がってきた、外側には2号艇の山口だ、わずかに浜野、浜野が先頭で2周の1マーク、内側から1号艇が先に回る、一気の差しは2号艇の山口だ、山口抜けてきた、山口抜けてきた、バックの中間へ向かっていきます。先頭2号艇の山口、山口が抜けている。最終ターンマークで描く白い宝石は栄光への架け橋だ。最後の直線入ってきた、栄光のゴール、優勝山口。インコースからトップスタート。